はい、お待たせしました。選手の対局の準備が整ったようです。早速2回戦の模様をお届けしてまいります。第10期女流王家 A リーグ第1節、2回戦東杯の開始です。はい、2回戦が今始まりました。2回戦トン茶に小宮山、ナン茶に清水、シャー茶に沢村、ベイ茶に和屈と1回戦と同じ並びですね。そうですね、横にぐるっと回転したような感じですね、はい。ちょっと和久さんとしては若干嫌なイメージで2回戦に臨むかなという。なるほど。一番気持ちよく臨めるのは当然トップを取った清水さんなんですよね。沢村も立ち上がりとしては悪くない感じで。そうですね、あのいい上がりが要所要所ありましたからね。だ最後リッチ打つ打たないは本当タイプだと思うんで、はい、逆にもう少し点数があると気持ちよくリッチも打ちやすかったかなというところなんですかね。そうですね、多分3万点を強く意識してると思いますよね。いいピン切り面白いな。さあ、トン1局オドラは9万です。イースを重ねた沢村、ドラが1枚です。イースをつもぎりとしました。こちらの小宮山のいいピン切りですね。さっき統一から1枚外したと。一応4統一の手配でしたからね。4統一のレアシャン点なんですけど、はい、手配をこう横に伸ばしましたね。なるほど。まあ、いいピンを切ってジャンズを残したということは、またジャンズに少し可能性を残したということなんですかね。そうですね、ピン風系の手を狙っているということですね。ワックスパーマを積もってここはジャンマン切り。清水関三門を引き入れて手配が閉まります。ドラ打たない。ドラを打たずにまだチーピンを切って手配を狭くしました。あの見てはいらないってことですよね。さあ枠2掃除で一水完成しました。ここはウーピン切り。まだ、7、8、9の3色なんかの手代わりをまだ見ているということですかね、はい。さあ漢字ピン引き入れた沢村、枠2は今をつもぎりとします。カンチャンターツがジャンメンターズに変化した小宮山、沢村ここでカンジャンマンのターツ残して1、2、3の3色が見える手配になりました。清水はイーシャンテン、ここでタンヤウェイと移行する9ピンの統一落としとなります。イーソはつもぎり、イーシャンテン取らず、はい、3色を強く意識していると。まあ、最初の段階でのイーソ切りから3色を見ていたということですよね。そうですよね。うん、ローピンもつもぎり、ローピン1枚切ってるんですね。ベストは9万重なりなんですけど、うん、これで清水さんがね、これはあの数層打たなきゃダメなやつですよね。ファーストを引いた時3面茶になりますからね。うん、清水にサブロー層の天杯が入っています。そう、今の清水さんの仕掛けにランピンかぶせた沢村さんもそれなりですよね、はい、3層はもちろんなんですけど、はい、ここで3層が出て、清水が入っておりました。今の手配ね、地層切りってこうする、まあ、地層ですよね。形的にはすぐ簡単に選んじゃいそうなんですが、泣いているので一平行がないので3面茶変化のある水層切り。そうですね、はい、もちろんスッチその危険度をねまず最優先だとは思うんですけど、まあ、ここは一旦、親を軽くかわした、清水親を、先手で曲を回したといった印象です。トン2曲親は清水、ドラは3品。こういうなんか裁く曲が非常に多いんでね、清水さん対局時間が短いですよね、いつも。あ、確かにその打敗スピードだけではなく展開も速くなりがちと、はい、見切りが早いんですよね。特にドラの見切り、手役の見切りがはっきりしてるんで、はい、結構この競技ルールだと別に上がれなくてもいいから上がれた時に爆発力がある上がりよという打ち方をしている人も多い中で、まあ、そのどこかで見切りをつけて上がりの方を優先する局面が比較的、はい、多いと、
他の選手よりも隙もないですけどね、あのいろんな手役だったり、まあ、ドラだったりを意識して、はい、あの手を広げていると手配もブクブクになっちゃいますから、はい、それを、まあ、スリムにするタイミングが早いと。なるほど。その分補充も減りやすいと、はい、攻め返しやすいとも言えますしね、はい、またあの先手の上がりに意味がないというふうな、まあ、意味がないということはもちろん絶対ないんですけど、比較的ここで1000点上がってもって考える人もいますし、あの1000点の上がりでも人の高い手を蹴っていることがあるんだよと考えることもそうですね、はい、それは本当に視点によって考え方も分かりやすいところだと思うんですけども、はい、さあ靴はここでペイを切り出して、まあ、この形です。6巡目清水はこれドラを引きました。沢村ディアンゾーがつもぎりか。さあ小宮山ここで、ピンズで3面ちゃんのターツになります。沢村はイーシャンテン、小宮山もイーシャンテンですね、うん、ここでペンチマンのターツを払っていった清水。さあ急所の3ピン引き入れてここで闇点、まあ、単野を、ね、変化したリーチっていうところですね。そうでしょうね、あの打点がもう一段階アップした場合はリーチ。小宮さん9万切り、うん、次ですね小宮山こちら、はい、単野を意識して9万切りシャンテンですね、はい、シャンテン数を落としていきました。もちろんパワーが3枚切れたっていうのが大きな理由なんですけど、うん、沢村ウーソーは、カンコっていたんですね、貫通になっていた。アンコから1枚外してさらに1枚持ってきました。この段階でピンフドライチでリーチを打つ人もいますよね。そうですね、それも全然ありだと思いますけど、うん、まああのこれは、あ、どうぞ。あ、なるほど。高め一平行になっても闇点、まあ、とことん闇点するのかどうかですけどね。うん、もしかしたら、お、ここで今高めのチーマンが出ましたね。ピンフ一平行ドラ1 3900の上がりとなりました。全然いい上がりですよね。うん、闇点してなければ展開全然違いますからね。そうですね、リーチと言っていたら今のチーマンもまだ出ていない可能性の方が高いかと。何でしょうか。さあ、闇点に構えて、しかも高くなりましたよね、闇点にしたことで。最初の段階でリーチを打っていても仕上がっていても3900、はい、高めに抵抗に変化して高めの方で上がったので3900闇点で、上がることができました。沢村、その沢村が今から親番を迎えます。トーン3局、ドラは9ピンです。緊張している印象は結構強かった割に結構落ち着いてますよね。もう大丈夫じゃないですかね、うん、最初ね序盤なんですか、終盤にリーチも仕掛けも入ってない状況でちょっと手が止まるっていう場面が結構ありましたけど、うん、もうなさそうですね、はい、さあ、ドラの9ピンは統一の清水です。役をつけたいんですけどね、タイヤを以外で。だからできれば役配も簡単には切りたくないところなんですね。ドラが違えば今当然自敗を打つ手配なんですでしょうけど、ただだからって自敗ばかり残して手を狭くしたくもないみたいなところですよね、はい、だからローマンなんかと悩んだのかなと、思いますけど。さあ靴はイーシャンテン、今はローマン切り、統一手を意識しています。ここでペンチーソンのターツを払ってきました。うん、靴はイーシャンテンのまま、ペイワンコにした小宮山、ここはウーマンを切り出します。沢村ローピンを重ねてここはジャンマン切り、ミヤマはチートイツのイーシャンテンですね。ローマンが3枚目が来てウーピン
を切った清水、まあ、ドラがパーピン、あ、ドラが9ピンなんで、うん、はい、TP も打ち出していく構えなんですよね。そうですよね、ドラは使い切りたいと、うん、これで、さらにいいイーシャンテになったワック2。さあ、ジャンピン重ねて沢村どうするか。ここで安蔵切り、うん、おお、789ではなく60%の方を見ましたね。うん、ドラは9ピンなんですが先にチーピン切っちゃうか。さあ、このチーピンを小宮山がポンしてトイトイへと向かっていきました。ローソーパワーと言いそう、はい、あ、ドラアンコって、おっと、ここで清水がドラアンコになってリーチといきます。どうですかね、小宮山さんの仕掛けも伸びてですもんね。伸びてっていうか、まあ、トイトイ伸びて、そうですね、降りるのが降りやすいからっていう。お、しかしこれでつもり3アンコがつく展開になりました。おー、ローソーとパーマン、じゃあ引かないか、こうなったら。ただローソーは山には残っていません。パーマンは山に1枚ですね。で、積もらないと高い手にはならないというトイトイのみの展開。白髪順、対してドラアンコの、清水のリーチのマチハイス、ハンチーソーは、川には1枚も出ていない、手配の中に枠地の手に1枚あるだけなので、こちらも3枚、こちらは3枚残ってますね。もう役牌は全部場に見えてるんですよ、はい、この、あ、この白、ごめんなさい、白は1枚切れだった。あ、それ以外は見えていると、はい。ああ、3枚対1枚という状況です。ここに1枚、チーソーが来たので、チーソーは残り2枚、2枚対1枚、どちらに軍配が上がるか。沢村と小宮山に対して枠2、沢村はもう受けに回っているような状況です。清水さんからするとかなりかけやすいリーチですよね。うん、自敗は周りが抑えてくれてそうだし、はい、ドラを持ってないのも分かるし、はい、もう打ってもトイトイのみじゃないのかなっていう考えはあると思いますよ。手が高くなる要素もないですからね、はい、7の三色同行とかあるかもしれないけどそのぐらいじゃないですかね、はい、そうするとチーソーがないのかなとか、はいはいはい、なるほど、なんかそんくらいですかね、清水さん考えることは。まあでもあまり現実的には三色同行ってなかなか見ないですからね、うん、さあ、ここはしかし、どちらにも、軍配が上がらず、2人転敗で流局となりました。さあ、今回は展開も早いです。今すでにトーン4局ですね。早っ親の連チャンはまだないと。トーン4局、親はワクツです。まあ、しかしどこかで親が爆発するときっていうのは来そうですからね。そうなんですけどね、さばくタイプの人が吹くしかないんですよね。清水さんもワクツさんも戦うんで、うん、なかなかそうさせないというところがありますよね。確かに流局が少なくなってしまうんですかね、この2人だと。そうですね、ドラはトン、ワクツは、マンツで一通が見えるような三面図での中ですでに完成しているワクツ。なんていうか打牌に安定感がある、うん、ありますよね、二人とも、はい、そうですね、見ていてハラハラすることはあんまりないですね、うん、まあこうだよね、こうだよねっていう、うん、で面白い選択が来る場面ではそれぞれですけどね、はい。これで678の三色の手配です、沢村。確かにある程度システム化されてるのが普通ですから、はい、そんなにそこまで悩む局面ってないですからね。うん、普通はまあ本当追求、数字を追求してったら分かんないですけど、はい、まあ、チャンスで、チャンスですね。トーンを重ねてイーシャンテンの沢村です。ジャンピンを積もってパーピンと入れ替えます。
さあ爆打のトンがここで出る可能性があります。切っちゃうか切らず、ここは一旦ウーピン切り、トンを切ればファームランがおそらくポンテンを入れていたでしょう。もちろん今の曲もトン切るバージョンの枠さんも見るし、はいはい、そうですね、はい、確かに一つの型ではまりきらないというか、その引き出しが多いというか、そうですね、どっちかというとあれですよね、その枠2はあんまりシステムとかに自分のマージャンをはめないタイプですよね。そうですね、型がまあ攻めるってことはありますけど、具体的にこういう手順の人っていうわけではないですよね、はい、で枠図もどうしてもその、まあ、その 超攻撃アマゾネスという、まあ、通りなからもやはり攻撃的な部分がすごく目立つんですけど、実は受けとかをしてるときは繊細に安全牌に残していたりとか、まあね、はい、ありますよね、まあ、受けるために先に例えば危険な方から打つとかもあるし、ありますよね。清水が関三万の単野天牌を入れました。沢村さんがチーズをチーズするかどうかもあるんですよね。フリテン、フリテンリーチ、サブロッキューマンのフリテンリーチ、しかし沢村は降りなさそうですね。降りないでしょうねこれは。まあ、リーチが入ったらチーテン取るかもしれない、はい、枠つもテンパイ、そしてトンを切って、強気にリーチ、このトンをポンペン入れた沢村、しかしこの三蔵は、枠つの、高めの方ですね。メンターのこれは枠さんがトンを引きつけたのが、そうですね、はい、これは結果は、結果としては枠つの技ありと、まあ、本当この一局完璧な手順ですよね。沢村も先に三蔵を切っておくとかは絶対できない手がここなので、そうですね、はい、沢村もああいう風に受けざるを得ないし、まあ、凡点取るか取らないかぐらいの選択はありますけどね。二間リーチに対して三層を勝負するかどうかと、まあまあただドラを持ってるのは自分なんで、そうですね、今の受け選択が一番普通ですけどね、はい、誰も特に悪いところもないがゆえにこうなるしかなかったというか、そこで引きつけた枠つがめだったと、はい、さあドラの今が統一だった小宮山、トン4局、親の連チャンに成功したワクツです。さあ、これで3と1シャーを切り出します。沢村は初切り、トドの差手配に見えます。ペンチーピンを引き入れた清水、沢村手の中でメンツが2つ完成しています。普通で安蔵は少し考えましたが、つもぎりとします。さあ、マンズでさらにもう一メンツ完成した沢村、イーシャンテンです。パーピンとウソのくっつきのようなイーシャンテン。先ほど小宮山はローマン切り、結構横を意識する、そうですね、横多いですね。パースを積もって単野をもちょっと視野に入れたか、単野ともパースのくっつきも残るしってことでしょうかね。チーマン、さあ一歩前進した清水、さあこれで4と1の枠2、5と1ですね、あ5と1ですね、はい、はい、失礼しました。チートイツもいいシャンテン、チートイツのいいシャンテンですが、残りの孤立牌は1枚しかない牌は1つメンツが完成していると。これでマンズの横の伸びに期待できる形になりました、うん、こうなってるのも本当そうですね、はい、そうきて手広くですね。三層が2枚切れか、清水ドラを重ねて関数ピンのリーチ、ドラドラのリーチといきます。ここまで孤立していたドラを引っ張った甲斐があったといった感じの清水、リーチを受けてこの形の枠2、難しいですね、枠さん、枠さんの立場が一番難しいかな、はい、小宮山もドラドラではあるんですが、ちょっと手格好がもうそうですね、すでに。この関数ピンは山には2枚残っています。
沢村パーマンつむぎり、いやここで流派の取り調としてなります。さあ沢村天敗です。うん、そう連想さん紛れ、ただドラが一枚も自分の目から見えていないと。まあこういうとこですよね。例えばこういうとこで、はい、あの奥さん清水さんだとなんかスパーンと決まってるみたいなイメージはありますけど、今のどうなんですか。その単純に考えて天敗取る人の方が多そうですかね、ジャンピング。いやこれ難しいですよ。あの手が止まるのも無理はないっていう曲なんですけどね。連想が3枚切れちゃってるんで、で嘘も3枚見えてて、はい、で自分の手は伸び手なんで、まあもちろん降りる方が普通じゃないですか。なるほどなるほど。でまあこういう時って周りの出方なんですけど、はい、まあ、小宮山さんも完全に降りてるなって感じ。枠さんは探り探りだけど、まあ、親だからでしょうっていう感じもするし、するとですねドラがどこにあるかっていうと、はい、やっぱり清水さんにあるんじゃないかなって考えるのが普通なんですよね。なるほど。そうすると沢村さんの手は自分の、まあ、待ちが悪いし、はい、ドラが清水さん持ってる可能性が高いから降りるっていうのは普通なんですけど、ここは断面変化しましたが、枠津はちゃんぽんのままパーソーツむぎりとしました。枠津は先ほどから、タニアオのみのテンパを入れています。ただ理屈はねっていう話なんですよ ね、 ですね。本当に理屈じゃなく決まる部分が多いんで面白いんですけどね。この関数ピンですが、1枚小宮山の手に来たですね。あと残り1枚山に残っています。清水の町の関数ピン。しかし残り1枚嘘を勝ってるもんね。そうですね、突っ張ってたらね、テンパイ取っていれば、沢村の流れでしたが、結構リスキーな攻めですけどね。あの手で突っ張って無筋2発ぐらいいかなきゃいけなかったんで。そうですね、ただ一応3色の出がりのはあったんで高くなる可能性は。あ、これ入ってる。おっと打っちゃったんだな。そうですね、小宮山が、背手でチーソーを落物に補充してしまいました。あ、ちゃんと手見なかったですけど、ちょっと何かが変わり、そうですね、変わってきたかもしれないというか、他に切る牌はちょっとなかったんですかね。まあそれもあるしちょっと確認できなかったですけど、沢村さんのまあ、一応突っ込んでたら上がってたっていうのもあるし、まあ、それはもう一度無茶を言ってるんですけどね、僕は。そうですね。さあ、ここは枠津の親の、上がってレンチャーとなりました。天敗状ぐらいちょうだいよっていう感じの清水だったんでしょうが、ドラはデュハです。トン4曲3ボンバー。枠津さんに意識がいってなかったっぽいのはありますね。そうですね。ただパーソーの積もぎったあたりなんかで気配は出てたかなっていう印象も、ね、はい、ありますが、あの統一落としとはいえションパイでしたかしね、打った自敗も。サムラは9ピン切り、ワクツはデューハのドラが統一で手に入っています。なんとなく大チャンスって感じがするそうですね、はい。小宮山も面白い手配ですね。ドンがアンコで尺が統一でした。そして残りのドラは清水と沢村の手に1枚ずつ発があります。この切り時に少し注目したいところです。さあ小宮山が白を仕掛けていきました。この白の仕掛けが入ることで孤立しているドラというのはなお出にくくなります。そうですね、白ただドラ標準牌なんで、まあ、2泣きに等しいかもしれない。まだわからないですね。そうですね、そうか。例えばチュンを一泣きするのとはちょっと違うってことですね、今回に関しては。そうですね、だから割とまあその普通の一泣きよりはドラを持ってない可能性が高まるかなと。なるほど、はい。今のもイーシャンテン組に取るのもありですけどね。ミャマはピンズの本質へ向かって一直線といった格好。
阿久津はもうこれはこうなるとドラは泣けないものとして手作りしていった方がいいんですうん、そうですね。ひとまずそうなりました。でも分かりやすくていいんじゃないですかね。かね。さあ、チマを積もって、サムラチマは積もりとします。阿久津も積もが効いていません。もう清水や沢村からドラが出ることはなさそうですね、でね。すね、清水さんの今のウーピン切れもちょっと面白いですけどね。脳天のうちに処理して、まあ万が一のドラ加算などに期待しようと思ってなるほど。この順目でこの手格好だと阿久津は少し苦しいか。ウーマンワンコにした沢村。ここはペイの統一王と一緒となります。清水統一がこれで4統一。沢村もジャンマンを重ねて何を切るのか。ペイはすぐに切らずにここで数万を処理していきました。枠津はドラドラのチャンス手をもらっていたんですが、もう順目も深くなってまいりました。テンパイできない可能性の方が高そうな印象。そして小宮山もイーシャンテンのままですね。まだこちらは阿久津の手。小宮山はどうか、テンパイできるか。おっと、ここでチーピンを引き入れてジャンピのテンパイを入れることに成功。マンガンのテンパイです。この終盤で2回の手出しは、まあテンパイですよね。しかもイーピンは全員取ってない牌ですから、こうなると周りの選択も早い早い。もうやることそうがですね。決まってますからね。ツモ狩りできるかどうかといったところでしたが、今のツモが小宮山の最後のツモでした。これで流局となります。これでトンバが終了して、難入するところですね。小宮山の一人転敗で流局となりました。さあ、今から難入します。難一局、親は小宮山。4本馬ですかね。ちょっと今1本馬だけ芝棒が出て、ちょっと確認して4本馬ですね。4本出ます。さあ、難一局、小宮山の親番です。サイコロが振られました。ここで、枠2の連チャンがちょっと続いたと、いうことで、枠2が今4万1100点と、一人浮きの状態でリードしています。さあ、ドラが1枚メンツで使われています。2メンツ手の中で完成しているこ小れ宮はチ山。ャンスですね。沢村もメンツは1つずつ。沢村さん、例えばこの手をさばき手に使わない方だと思うんですよね。そうですね。阿久津もかなり単品系のトツの手牌に見えました。今回の曲は全体的にスピード感のある手格好が多いかなとうん、印し象かでも、す。ツモもなんか、そうですね、噛み伸合っびててまますすよね。ね。阿久津もいいシャンテン。小宮山さん決めたいですね、こうそろそそうろ。ですね。ズブズブといっちゃいそうな雰囲気ですもんね。確かに。小宮山に手が入ってる時って結構他にも手が入ってるような印象が今のところあるんですけど。確かにそうですね。一番最初のドア玉にあった、サメンチャネオンビーチパーですピンか。ですよね。あれが流局になっちゃって、なんとなく立ち込めるって感じはありましたけあれはツモ上がりしたど。んであ、すそっか、か。ギリギリ追いつかれて、ごめんなさい、ネオピンになって追いつかれてるんですね。
その後か。そうですね。さあこれで手広いシャンテン。あとちょっと手配は確認できなかったですけど、さっきの背底の小さ打ちですね。ここが引っかかってるとは思いますけど、本人も。ちょっとこうあの解説ブースから見てる方もちょっと警戒を最後油断してました、ね、油断しちゃいましたね。おってなっちゃいましたけど。阿久津さんの気配がとにかく消えてたんでしょうね。ドラもつもぎっていった枠2。手が伸びない小宮山さん。そうですね。さあ清水はこれで天敗ですが、一旦観浪層の闇点を入れます。沢村はディアンシャン点ですか。この難が、1枚切れ。これ形決めましたね。さあチュンのポンを入れた沢村、チュンをポンしてイーシャン点です。形は十分な形。マクツは天敗が入らない。小宮山はどうか。ここで両面ターツになりましたが、まあ嘘かな、天敗は取りたいですからね。はい。さあ、天敗しました沢村、老朽層の天敗です。イーシャン点、あ取らず、イーシャン点取っちゃっていいと思う。あでも急走が当たりなんだ。なるほど。僕急走で補充しちゃいそう。あ2000点ですね。さあここでワクツ天敗が入りました。スッチ層のピンフ高めでイペイコーという天敗、リーチは打たずに闇点に構えます。きつい俳優ですね。本当、うん、こんくらいシビアに打った方がいいですよね、今の3番ぐらい。ここまでの展開が恵まれてない中で、うまく我慢が効いているというでしょうか、はい。さあここでワクスが高めの数層をつも上がりしました。つもピンフイーペイコー700、1300は1100、1700の上がりになります。理事だったかなみたいなことですかね、この表情は。どうですかね、そうかな。なんかあんまり納得はしてないような印象が。ああ表情的にですか、ね。でも十分ですよね。七頭さんも一三二六も大差ないなと思う。なるほど。思いますけどね。さあそしてここでさらにワクスがリードを広げて難一局が終了しました。難二局、親は清水です。ドラは三蔵。今目立ってたのは沢村さんで、沢村さんの現物に数層があったんですよね。はい。まあ、闇点当然 とは言えますけど、まあ、別の意味での表情だったかもしれない。あ、かもしれないですね。はい。サドロの三層を1枚使っている清水、沢村はこちら、いいシャンテンですね、早いですね。難を重ねた枠2。山はつもぎり、小宮は7、8、9の3色を少し意識したんでしょうが、急走手の中に残しました。急走ではなく老僧から切り出していった小宮山。スースを引いてここでペンチーソーのターツを払っていきました。ワクツ今はウーピンの統一を1枚外しましたね。チャンタの意識が強いんでしょう。テンパイ取るか取らないか。はい、取らず。スーピン切り。
田村、はい、ドーピングを先切っちゃうかどうかっていうところですよね。テンパイを取らないとしたらスーピン切りが割と普通ですか。まあ、ローピンも普通ですけどね。とにかく小宮山さんのローピンウーピンが目立つんでしょうね、おそらく。なるほど。だからイスピンの筋を先に切りたいという、ことなんでしょうけど、まあ、それロッキーピンも一緒なんでローピンも切るのかなと思ったんですけど、ね、なるほどなるほど。ここでローピンに手がかかりましたね。できればドラを重ねたい、うん、難しいです。3層持ってきちゃったから、はい、今度もう一回くっつきテンパイに直すっていうのもありますけどね。うん、ピン切りかな、そうすると、はい、先にあのウッパーピンなんかを積もった場合は一旦3層を短期にしてて、ね、そうですね、それもありますね。サバクツは小層積もってここでパーマン切り、少し考えましたね。イーシャンテンだった。おー、これで一歩前進。ちゃんと3色のイーシャンテンです、小宮山。さあテンパイ、リーチか。ドラを切ればテンパイです。ウーピン3枚切れ。ちなみにパーピンは全て山、あ、山じゃない、パーピンは全て手牌にあります。なるほど。テンパイを取らずにジャンピンはつも切りとしました。さあ、仕掛けを入れた、枠ツがここで何の何バック1000点、はい、ここはドライと手を回していきましたね。ちょっと今の沢村さんと対照的な、確かに、まあ、仕掛けは確かに降りることができますけどね、はい、その後リーチは降りることができないという。そうですね、その後の牌を全てつもぎらないといけないと、うん、まあでも沢村さんの打ち方は一貫してますけどね、慎重派だなっていう感じですよね、はい。迎えた沢村の親番です。リーグ戦の戦い方としてはいいと思いますけどね、はい、決勝戦でやっぱりあまり慎重すぎると今度は勝ちきれないことが多いんですけど、そこはあのクリアできてれば問題ないと。そういった意味ではやはりリーグ戦第一節と決定戦の決勝なんかだと全然中身は変わってきますよね。まあ、あの何ですかね、テーマが違うんで、テーマというか目指してるものが違うということは、まあ、ルールが違うのと一緒ですからね。麻雀は麻雀なんだけど、ここにしか価値がないと思って戦うのとはやっぱ違いますよね。さ、ドラはウーマンです。だからよくあるんですよね、本当平均着順 A ルールのこのリーグ戦のルールの平均着順が本当にあんまりなんですかね、本当にあんまりじゃないですけど意味がないというか、そんなになんか意識しても着順意識しすぎると今度良くないような気はしますけど。なるほど、まあ、確かにこの競技ルール準優馬の動きっていうのはそこまで大きくないっていうのもありますし、うん、またあのその分やはり素点を稼がなきゃいけないという状況になってきやすいと。そうですね、あとまあ本当最終節とかはまでね、その平均着順に感情しちゃうと全く意味ないですから ね、 そうですね。3着が非常に価値ある場合はありますからね、トップ狙わずにラストだけ回避する打ち方ということもありますし、はい、ローブを積もってここで少し考えます。タンヤを意識して9万を切るのか、形でスーソを切るか。お、パーマンを切りましたね。ということはチーマン引きはスーソ切りになるってことか。掃除で一目で完成した清水。沢村パーマンパーマン、もうペンジャンターツは全部払っていこうという格好です。さあ、そして2枚目のパーマンにチーを入れた枠ツパーピンを重ねました沢村。一旦は9万切りかでしょうね。はい、これちょっと止まっているのは下茶の枠ツの仕掛けをちょっと警戒しているのか、まあ、想像を先に切るかどうかですか。反応は多分そうですかね。一応まあ確認で白髪チュントンなんて調べてるかもしれないよね。流派が見えてないですね。お、パーピンはつもぎり。パーピン、パーピンはどうしてそこに至ったかな。
うん、結果的にはこのパーピンを泣かせてしまったという形になった。役が結構減ってるんで、はい、まあ対1だ今ですし、今2枚切ってますし、マンズの本質っぽくはあんまりないですよね、阿久津の仕掛けは。そうですね、3、まあ、上の3色っていうのは一応選択肢に入りますからね。はい、そう、そしてそれをパーピン打ちにしてペン3ピンの純ちゃんのテンポを入れているのが阿久津です。まあでも何かしら 何かにたどり着いてひねり出した打牌がね、パーピンだったと思うんで、はい、うん、これ痛いな。3ピンを積もられてしまいました。純ちゃんの積も上がり、まあ、つまり急所を食わしてしまった。そうですね、結構手が止まっただけに悔やまれます ね、手慣れで 打たなかっただけに。さあ、そして、迎えたオーラスです。南4局、ここまでは、この2回戦はほぼ和屈のペースでゲームが進んだかなといった印象でした。最後に迎えた和屈の親番、結果としては、沢村を選択したパーピンリーというのがちょっと甘い結果になってしまったかなと思った。うん、まあ、まあ、なんか、何頭にを考えてそこに至ったんですよね。さあ、沢村、グランドキューピンが1枚ポテンとしています。阿久津はこの手格好、7、8の3色が見えるような手配です。阿久津からするとこの山でさらにリードを広げて終わりたいと。これみんなが3番手意識し始めると阿久津さんの大チャンスなんですけど、まあ、清水さんなんか沈んでても2着で良しとすると思うとは思うんですけど、はい、例えば清水さんなら3球以上残2以上がまあ非常勘で、沢村さんなら7700以上とか。そうですね、小宮山だけはちょっと限定を作るのは苦しい。そうですね、視点と。なんでまあ着順だけでも、着順もいいだから意識しない方が本当はいいのかもしれないですけど、そこを意識することで、和屈にチャンスを与えてしまいやすいと。そうですね、ただ和屈さん対のゲームではないんで、はい、まあ、多少意識するのは普通なんですけど、ね、ただやはりこんなに毎回毎回決勝に残られるとさすがに第一節からでも意識せざるを得ない部分もあるかもしれないですね。そうですね、ちょっと、うん、のんびりやってらんないなと思いますよね。しかも去年の和屈の決勝の残り方なんかすごかったですよね。もう結構厳しいところから最後の最後に大叩きして、うん、そうですね、気合ってなん気合とかそういうのがなんとかなんだみたいななんかそんな力込めてもなんとも なるもんじゃないよマージャンと思うんですけど思いますけど、なんとかなる時は気がしちゃうもんだからですねそれを体現されちゃうとさすがに、はい、さあ清水はこのイーシャンテンですが3万を積もってきて少し考えています。おお、ここは先にパーピンを切りました。もうドラの受け入れは拒否というか、うん、そう、あの今のさっきの仕掛けと一緒なんですけど、はい、阿久津さんが対面でね、はい、まだおそらく脳天だろうっていうところから危険な牌を先にビシッと切りましたよね。あとでカンパーピンに捕まりたくないと、はい、自分のだからドラ引きももちろんあるんだけど、うん、今見切っちゃおうってことですよね、うん、この見切りがやっぱ清水さんのそうですね良さというか強みですよね、はい、しかもその3色ならポンが入ることは絶対になさそうだからですね、その本質に対して切る牌とはまた違うと。はい、そうですね。さあ小宮山はテンパイですか。ヤムマンのピンフのテンパイが入っています。宮間は闇点としましたね、うん、まあ、3色の手代わりが一応あります。ただし、現状をピンフのみで、清水や和屈から何か出上がりしても、4着は4着のままと、つま上がりすれば3着に浮上と。これは終わりますかね。はい、ヤンマンが和屈から切られて1000点の上がりとなります。ここはもうラスでも受け入れてとにかく少ないダメージでこの2回戦を終えたいと。そうですね、もうそれも変わんない、うん、まあ、ただリーチ打っちゃう手も
打っちゃうのも僕は間違いではないと思いますけど、はい、リーチを打っていれば、まあ、2000点をもし山が出ればですね、3着に上がってきたというところで、2回戦が終了しました。ここは、枠津の一人行きの、トップと4万7000点の、大きなトップとなりました。そして2着に、清水、3着に沢村、4着に小宮山という着順で2回戦が終了しています。ここで一旦選手の休憩時間になりますので CM をご覧になってお待ちください。